こんにちは日本語教師のゆきえです。今日は N4 の文法「何か何か何何何何かどうか」を勉強します。それでは始めましょう。まず「何か何か何日、 何時から会議か、知っていますか今日、何時から会議か、知っていますかどこが違うか、わかるどこが違うか、わかる何々か、何々の接続です。動詞の普通形、い形容詞、な、 形容詞、名詞です。意味は何々ですかわかりません。何々ですかかわりません。これは間接疑問文です。疑問詞と一緒に使います。疑問詞はいつ、どこ、誰、何、どうこれが疑問詞です。 疑問詞か何々。疑問詞何々か何々。何々かの後ろは、動詞か形容詞、必ず文章が続きます。何々かです。何々かだ。で、文章が終わることはありません。では、例文を見てみましょう。

先生が言っていたよ日本がなんで漢字を使っているか先生が言っていたよ買う人が何歳か聞いてから酒を売らなければなりません買う人が何歳か聞いてから酒を売らなければなりません バスに乗りたいんですが、どこから乗ればいいか教えてください。バスに乗りたいんでは、次は、か、どうかです。皆さん、この食べ物を知っていますかこれは、納豆です。皆さんは、 納豆を食べたことがありますか。皆さんは納豆がおいしいかどうか知っていますか。皆さんは納豆がおいしいかどうか知っていますか。すみません、今日忙しくて約束に間に合うかどうかわからないんです。すみません、そう。 忙しくて約束に間に合うかどうかわからないんですかどうかの接続も動詞の普通形い形容詞な形容詞名詞です意味は疑問詞を使わない間接疑問文です何々ですかわかりません か、どうかを使うときには疑問詞を使いません。では、例文です。明日、渋谷に行くかどうか悩んでるんだよね。どうしよう。すみません。 このレポートが正しいかどうか確かめてください。すみません。このレポートが正しいかどうか確かめてください。この服のサイズが合うかどうか着てみてもいいですかこの服の服サイズが合うかどうかかかど着てみてみもいいですか 田中さんが会議に参加できるかどうか聞いてみますね。田中さんが会議に参加できるかどうか聞いてみますね。では練習をしましょう。1番、コンビニがどこにあるか、どこにあるかどうか教えてください。宇宙人がいるか、 いるかどうか誰にも分かりません。田中さんに飛行機のチケットを買ったか買ったかどうか確認します。どの国が一番物価が安いか安いかどうか調べてから旅行する場所を決めます。最近両親に会っていないので元気か元気かどうか 心配です。か、か、どうか、どちらを選びますかでは答えです。1番、コンビニがどこにあるか教えてください。コンビニがどこにあるか教えてください。どこが疑問詞です。2番、 宇宙人がいるかどうか誰にもわか,か,か,かりません。3番、田中さんに飛行機のチケットを買ったかどうか確認します。田中さんに飛行機のチケットを買ったかどうか確認します。4番、どの国が 一番物価が安いかか調べてら旅行すする場所を決めまどの国が一番物価が安いか調べてから旅行する場所を決めますどのが疑問詞です最近両親に会っていないので元気かどうか心配です最近両親に会っていないので元気かどうか 心配です今日も最後まで見てくれてありがとうございましたもしよければチャンネル登録といいねをお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうさようなら